演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら淡路鶏のたたき、軽い桜スモークというものを食べたいと思います。こんな風になってるんですね。さっきの豪華な料理写真はあくまで参考ですからね。調理例ですからね。でもこのままでも十分お食べられる美味しいものになっていると思います。鶏肉、こういうの食べるんですか、刺身。あ、でもないか。結構お昼ファミリーマートのやつ食べてるしな。どんな感じなんだろう。ではと本来ならこれスライスとかするんですけども、そのままいっちゃいますね。こういうのかぶりつくのが好きなんですよね。そんな感想はどうでもいいから早く食えて。ではいただきます。あれ、解凍がと思ったらそういう商品なんですね。これ本当に美味しいです。最初に食べた時はちょっとシャリッとしといて、あれ、まだ解凍が甘かったかなと思ったのですが、食べ進めていくとそのシャリシャリした音がむしろちょうどいい食感になっていた。そのシャリシャリした音と食感の後に鶏肉の旨味が口の中にぐわっと広がってきて、とっても美味しかったです。桜の香りとかするのはそんなにしなかったですね。なのでそこを楽しみにしてしまうとちょっと違うかもしれません。でも鶏肉が好きな方はぜひおすすめしたい一品でした。食べ応えもありますし本当に大満足でしたので、こちらの点数とさせていただきます。それでは一瞬よ、すっとこどっこい早いほど。早く来すぎたんでしょうね、きっと。でも早く暖かくなってほしいかなって思う人にはいいかもしれません。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞永遠。